オーナー様、お待たせいたしました。申し訳ありません。お誘いいただいたのに遅れてしまって、女将としても失格ですね。それでいい？本日は仕事道具の買い出しでよろしかったでしょうか？はい、小春、お供させていただきます。グッズに本にいっぱい買ってもらってしまいました。オーナー様、お荷物小春がお持ちいたします。そんな、好きなものまで買っていただいたのに何も持たなくてもいいだなんて。今日のオーナー様はいつもよりさらにお優しくて、まるで小説のデートシーンみたいな。申し訳ありません。オーナー様相手になんて身勝手な妄想を。最初からショッピングデートのつもりだった？あの手が寂しいので、やはりお荷物を。なら手をつなごうって。もうオーナー様、小春をあまりからかわないでください。また熱が上がってしまいます。